おはようございます。さあ、金曜日ですよ。6月10日、6時半の、えー、相場解説になります。いつものように、冷やし4時間、1時間と見ていきますけども、最後のテーマはですね、トリプルトップがどうなるか。そしてトリプルトップは通常、下に向かうサインです。昨日のダブルトップも下に向かうサインで、まんまとそうなったでしょう。でも私は、右肩上がりの時にセルは入れないんですよ。 とにかく倍だけで取っていきますからね。で、今回もトリプルトップをぶち破って倍の方向に上がっていくんじゃないかなっていうふうに例外的に感じております。えー、ちょっとね、例外的っていうことは中級者以上の方が考えていただければいいんですけども初級者の方はね、ロスカットの可能性は出るんですけどもトリプルトップは下に下がるっていうふうなことを忘れないでくださいね。今回はだから私がね、今回は突き破るんじゃないかなっていうふうな経験から物申してますんで ちょっとね、例外的な放送になりますそれではこちらをどうぞ、えー、まず冷やしなんですけどもあの、エリオット波動ね、何回もお話ししましたけどもそれとフラクタルの図形のことを覚えてます推進波がこうあってで調整波が来るでしょで次の推進波が来るってことをここを突き破ったらあのー、そうなるよってことだったんですけどもどうでしょうかねエリオット波動じゃないんですけどもエリオット波動に似た形が鍛えて,いて推進波を作りましたで、調整波がここに現れました で、調整波の後、ここを突き破って、新しい推進波が来るかなと思ったら来たでしょ。つまり、これと同じ形になったわけですよ。フラクタル付形続行なんですよ。ということで、全体的には右肩上がりが全然勢いを変えてないっていうのがデイリーの見方です。じゃあ、4時間の方いきます。4時間。4時間はね、まずね、ここが迷った状態に入りましたね。迷った状態。ですんで、ブレイクしてどっちか抜けます。どっち抜けると思いますそれは1時間でお話しします。 で、下にフラクタルで下がってきたのが、転換点を迎えて、上の方にフラクタルでブワーッと上がってきたってことを、4時間で確認していただければいいんですけども、いずれにしても、強烈な右肩上がりを、波動を書いてますよね。これがいきなり下落に転じるってことは、あるんでしょうかただ、高値圏になればなるほど、下落のエネルギーが溜まってるっていうのも、まあ、言えることなんですよね。じゃあ、1時間です。さあ、いよいよですよ。はい。今ね、 ずっとお話しした通りに、ここで跳ね返って N を書くと思ったら書かずにダブルトップでしょ ?N を書くとここを突き破るんでしたけども、十分下がりました。で、昨日の夕方のことなんですけども、一瞬ここ閉じます。昨日の夕方ですよ。18時半。ね。こうやって天井を突き破って、あ、ついて、下がって、もう一回続いて、N の形にはならなかったんですけども、 ダブルボトムから順当にセオリー通りに下の方に行ったでしょ。で、もしかしたらって書いてますけども、こっから、私が考えたように、トリプルトップの方に向かっていくんじゃないかなっていうこと、ね。ずっとお話ししてましたけどもね。それを考えたのが、もしかしたら18時半なんですよ。じゃあ、それから数時間とって、10日の深夜2時です。さあ、来るか3点電後になりました。ね。こう来て、 二点目の天井をついて、そして、もしかしたらで、昨日の夕方行ったのはここですよ。三点天井向かうのかなと思って、それから数時間後、深夜2時には三点天井向かってるんですよね。じゃあこれを踏まえて、現在の寝動き1時間見てみると、ほら、さらに伸びて三点天井が現実味を帯びてきてきたでしょこうですよね。もうちょっとですけどもね。今日中に三点天井に行って、 ずーっと前から引いていた134円の513ね。これを突き破る、十分突き破るようなら私の勝ちですよ。今週、この人たちが来るかどうか、これは私エントリーしようかと思いますね。もしかしたら来週にずれ込むかもしれません,、うん。でも、今回の3点天井は突き破ってブレイクすると踏んでます。でも、セオリー的には3点天井は下に下がりますからね。 これ忘れないでくださいよ。さあ、どうなるのか、今日はちょっとね、3時間、4時間ごとに見に行こうよかと思います。週末、迎えるにあたって、非常に盛り上がる、そんなトリプルトップ。ワクワクしますね。こんなトリプルトップはね、もうしばらく見てないですね。というのが、通常トリプルトップって、下に差があるために入るんですよ。 でも今回は突き破って上に行くっていう風な形ずっと私の目から判断できましたんでこれはちょっとねリスクはあります上級者好みの作戦ですというのがトリプルトップは多くの場合下に行くんですよ今回は確率の少ない方に私は仮説を立ててますんでね初心者の方はロットをグッと下げて参加してみてくださいそれではあトリプルトップはどうなるのか見ものですいってらっしゃい